イクタ。10からは工藤。はい。うわー、おー、すごい。え、新垣さんのチームがいい。大きいよ、声が。え、じゃあどうしようかな。じゃあ、やめたい、今日は。じゃあ、ここでセンター来るね、センター来るね。センター新垣りさ、ここで。あー、これ重要だ。ひどくないですか。ひどくないですか。三井さんですかね。三井さんやっぱり食べること大好きなんで、そのチームにいれば絶対勝てると思います。あ、そうです。そうです。でも最近あんま食べてないんですよね、最近。きっと勝てると思います。なんかエリポンがずっとそのワンコソワ対決やりますって連絡してきたから、絶対エリ勝つ、絶対私かエリナ勝つって言ってたから、エリさんには分けたくないなと思います。え、イクモがいい。イクモちょっとやったね。嬉しい。イクモか最新がいい。最新が最新だ。これ2位が2位さんです。嬉しい。さやし。あ、すっしー。そして10期から佐藤。いいね、いいね。9期から鈴木かの。おお、食べてくれそう。そして10期からはいい久保。あー、きたー。優勝候補。いい久保食べるよ。イエーイ、頑張ります。あの子絶対負けん。負けません。負けん自信あるし。さあやるわよ。いけます。もういけます。やるときはやるよ、こっちだって。私絶対さ、生きたら絶対しょうがないと思ったんだけど。くじゅん、今日よかったー。金太郎、金太郎って言われました。言われました、金太郎って。ちょっと金太郎みたいだね。石田さんに金太郎って言われる。かわいいじゃん。チーム関係なく1位の人には冷麺セット。買った人には、カモメの卵のココア味、カモメのショコランと、明日帰り、仙台の帰りに牛タン弁当が出るんですけど、そこにザオーチーズがつきます。9期10期の対決で負けた方の木には、罰ゲームがあります。あの10期と9期の対決は春菜にちょっと任せます。10期は何クソ魂で頑張ります。何クソ魂。私思うんですけど、15分で多く食べた方って言ってたんですけど、でもちゃんとお蕎麦もご飯としてちゃんと心を込めて食べてあげないとなって思って、ちゃんと食に感謝して食べるので、まあ結果は分かんないです。景品欲しいんですよ、冷麺とザオチーズ。でも本当に食べ物だけは勝てる自信ないんですよね。弱気発言。そしてバスケ、鶏そぼろ、鶏そぼろ、なめことおろし、ごま、のり、これ山菜、山菜、とろろ、薬味です。わさび、すごい。なんか今も食べたいと思うんですけど、でも途中でなんかうーってなると思います。でも頑張ります。マグロが美味しそう。てかどうするね。私頑張ります。マグロ、ザオチーズも食べて。でもなんか頑張りそうな気がする。景品かけて頑張ります。そうだよ、景品。チームのためというか自分のために景品をかけて頑張ります。食べとったんで。食べたい。もうお腹ペコペコです。みんなこっち向いて。イエーイ。はい、見て、一杯こんなもんしかない。ほんと超少ない。え、なんか、え、生田さんのが少ないです。イエーイ、食べてってこと。生田、先輩行け、先輩。めっちゃいい匂いします。めっちゃいい匂い。一杯少ないけど、めっちゃいい匂い。絶対いけそう、これ。よー、
ーい、スタート。始めます。
ぱいだし、でも、けど、みずきお昼ご飯食べてないから、私もよろしくお願いします。70枚です。70杯だ。46杯です。
でも103枚です。77枚です。9! 55! 88! 56! 70枚です。82枚です。おぉ、なんか、なんかちょっと私立場が。いやもう本当に可愛い子たちでいっぱい食べるし、もう大きくなってね。はい。あっちみんな中学生だから どんだけ頑張ったってあれなんですよ。食べれるわけないじゃないですか、どう考えたって。愚痴ってる。やさぐれやさぐれ、なんかもうちょっと素直に行きなさい。ええどうしたらいいの。意外といいんだよ。本当に意外痛い今日。もうやめもうやめてくださいよ。多分レイナね頑張ったんですよ。普段やったら多分3杯ぐらいで終わりますよ。佐藤ね、田中さんの食べ方真似します。イエーイ、びっくりしましたって言われた。出た、まさきトーク。イエーイ、こんなものもらいましたよ。だからワンコ林にすれば、ワンコさやしです。ワンコさやしです。さやしワンコ2本です。じゃあこれを大事に特別にプレゼントしたいと思います。イエーイ。あーっと何でした。マジックですよ、マジック。マジック天才じゃん。何が起こったんでしょう。もう家みたい。わあ、何するんですかこれ。グリーティング先生。ワンコそば。はい。イエーイ。コーセンサイダー。これ初めて見た。13杯だって。めっちゃ美味しい。リンゴ。リンゴ。ちょっとだけちょうだい。美味しい。これはサイダーとラムネの中間ぐらいの味がして、これ中間みたいな味にもうちょっと糖分をさらに加えたような味がします。あいみりんご一口やだよ。リンゴサイダー美味しい。あ、リンゴサイダー美味しい。はーい、はいはい、はいはい、酔っ払いがいるよ。大丈夫。なんかリンゴジュースとサイダーで酔っ払ってんだ。